こんにちは、速稼塾の久保です。今回は体の枝のステーキング、こちらの方でですね、新潟速稼塾の舞姫大学の奈美さんがですね、このステーキングの他に報酬をいただけたということで、その対応の丁寧さ、素早さに痛く感動して動画を撮られてましたんで、動画概要欄にそちらを貼っておきます。でね、この体の枝っていうのが一線を画していると私が考えるのは、こういったプロジェクトに関わる人たちの、人間味といいますかね、温かさというか他者を思いやる心なんですよね。もともと体の枝を購入して、そこにですね、何がしかの希望を見出すとしたら、やっぱりね、誰かのために役立ちたいっていう思いが非常に強いと思うんですよ。これ前回もお話したんですけども、投資家である以上、自分の利益はやっぱりね、最優先するの、これは仕方がないと思いますよ。でも自分の利益が誰によってもたらされているのか、そういう人たちにどういった恩返しができるのかって考えた時に、やっぱりね、体の枝ってのは、自分が体の枝を所有することによって体の枝プロジェクトを助けることができるんだと。この体の枝プロジェクトってのは、30億人のね、身分証明もない、お財布も持ってない、そういった貧困にもう本当にね、苦しめられている人のために投資をするんだっていうふうな気持ちだと思うんですよ。で、もう一つなんですけども、ステーキングっていうのがあります。このステーキングっていうのは、当然ステーキング報酬、5日ごとに受け取れるステーキング報酬を目当てにやる部分は当然ありますけども、でもね、このステーキングをやることによって、どうして体の枝っていうのが透明性が高まってですね、体の枝の信頼性がより強固になるものかってことをやっぱり理解していくと、自分でも自信を持ってですね、ステーキングに参加することもできるし、これで役に立ててくださいねって形で自分の資材を投じることができるんですよね。でもこういうふうなことをしっかりと伝えてくださるアンバサダーの方とか、体の枝のステーキングホルダーの方とかね、ステーキングプールを運営されている方、こういった思いが一つになることが、この体の枝のすごいね、プロジェクトの特徴だなと思います。儲かったら何でもいいよ、確かにそうなんですけども、何でもいいやじゃない、その他にですね、その向こうにですね、こういうふうに人類の役に立てて儲かるんだったらもっといいよねって形で、私はね、ちょっとまとめるとね、2つの誰かにとっていい、良かったねって言えることがあると思うんですよ。1つはですね、どこの誰かは分からないけども、その貧困にあえぐ人たちの、お助けになるという意味で投じれること、これが1つですね。もう1つはですね、そういうプロジェクトをしてるんで、あなたも一緒に幸せになりませんかとかね、幸せを作りませんかってことで、周りの人に働きかけることによって、周りの人もね、報酬を得ながら貢献ができる、その活動に体の枝を通じて参加できるってことがね、非常に素晴らしいなと思いましたね。この2点ですね。で、通常はね、本当自分が儲かればいいやみたいになっちゃう部分がありますけども、自分さえ儲ければいいの、その行き着く先っていうのは、みんなして儲からなくなって、もうオーバーロード、破綻しちゃうよっていうデッドエンドなんですよね。だからそうならないようにするためには、関わってる人みんながね、一部に偏った利益ではなくて、みんなでその利益を分け合うことができる。だからそのコミュニティをみんなで大事にしようと思うと思うんですよ。それが私はすごくいいなと思いますよね。今後も動画の方をどんどん送ってください。それでは。